ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車が BMW X6M 2016年式2万7000キロこちらの車両になります。なんかちょっとこの撮ったことあるなっていう気がしてたら、うん、はい、今年の初めに、はいはい、ブルーの X6M、ね、はいはい、ご紹介させていただいてるんですね。撮ってましたね。ただ今回ちょっと違って、うん、いじり物ということで、はい、ボンド名古屋らしい感じのです、はい、1台になるんで、まあ、ちょっと1年空いてないんで、はい、今回ちょっと車両紹介というよりかは、はい、まあ、仕様紹介と、そうですね、あとはもうほぼカスタム紹介で、はい、この個体のね、はい、そうですね、はい、進めていこうかなと思います。でまずボディカラーが今回ドニントングレーということですけれども、うん、なんか僕の勝手なイメージですよ、はい、なんか X5、X6 って、はい、黒のイメージがなんか、うん、走ってる車と か, なんか中古車なんか多いイメージなんですよ、うん、勝手に、はい、僕の勝手なイメージだと白が多い。あ、だから白黒なイメージが強いのかな、やっぱりね。そうなんですかね。そんな気がします、はい、結構車種によってこうイメージカラーっていうの結構違ったりしますよね。そうですね、はい、うん、先代 の, あの M4 なんか圧倒的に白が多かったり。確かに、はい、僕最近ちょっと M4、M3 ばっかり見てる、はい、ちょっと車種によってイメージのカラーがあったりしますけど、うん、今回ちょっといいですね、ドニントングレー。やっぱりいいですよね。でついこの間ツッチーが大宮店で X5M のドニントングレー紹介してたじゃないですか。やっぱりなんかこう新鮮ですよね。なんかそうですね、うん、あのこう目に新しいというんですかね、うん、やっぱりボディカラーって重要ですよね。いやもう当然ですね、はい、特にカスタムすることになると、ね、ちょっと生えてくる映えが、はい、ですね、はい、ある車なんで、うん、でまずエアロパーツが今回の車、はい、装着されているということで。はい、そうです。こちらが 3D デザイン。そうです、国産というか、うん、日本発信の BMW チューナー。そうですね、はいはい、でこの平織りの、そうです、はい、カーボンで揃ったカーボン目の、うん、はい、デザインもうまいんですよね。そうなんですよ。なんかこう純正オプションプラスアルファぐらいなところをこうずっと行くので行き過ぎてないですよね。こうしっかりなんかつけてる感ありつつも、そうなの、なんかこう純正のこうラインと違ったラインを生み出してない。そうなんですよね。こう延長線上で、あ、こここうなったらこっち今こうなるよねっていう。そう、はい、こういうところとかすごいうまいですよね。上手ですよね、はい、うん、こんな感じので、これがかぶせのタイプですよね、うん、そうです。純正のここの部分がかぶってて、はい、下に1段、下に1段出てちょっと前に出てるっていう、うん、まあ、車がもともと車高割と高い車なんで、はい、まあ、ローダウンプラスアルファエアロパーツがついても割とこう、うん、地上高は確保されてるんで、まあ、使い勝手はそんなに、もう全然普通に、はい、こんな感じの、まあ、あとはこの辺エアロパーツついてると、うん、コンディションが気になるところですけども、はいはい、下側もそう、ほとんどこの先端が少しぐらいですかね。そうですね、ここがね、はい、うん、まあ、割れちゃってたりとか、そう、はい、なんかこうクリアが焼けちゃってたりとかっていうのもなく、うん、はい、非常にコンディションもいいんじゃないかなと、はい、であとはフロント周りはカスタムポイントとしてはこんな感じですかね。そうですね、はい、まあ、グリルが黒なんかは最初からですし、はい、また黒とかなんかこうグレー系のが似合いますよね、うん、なんかねシルバーって確かにね、こう黒い部分が入るというか冴えるというか、なんかね、いい感じですよね。こんな感じになっております、うん、そして、まあ、装備に関してはもう X6M ですから、はい、はい、あ、元々がね、まあ、オプションなんかも結構少ないですよね。そうです、まあ、パッケージでちょろちょろっと選ぶぐらいで、はい、はい、あと足元やってまいりました、うん、アメリカの鍛造ホイールメーカー来ました、ね、1221の、あ、いいですね、こちら22インチ、はい、もう攻め攻めのデザインとサイズですけれども、はい、もう収まってますっていう、はい、そのぐらいのサイズで入ってて、はい、でコンケーブもこのでっかいキャリパーが入ってるのに、うん、この逆ぞりデザイン、フロントでこれだからねだと思うんですけど、なんかちょっとこういうマルチスポークのホイール似合いません？似合います。 X6 とか、うん、なんかこうハーマンとかアルピナとかの流れもあるのかなって、はい、ちょっと思ったりしますけど、うん、なんかちょっと細かいこのスポークのやつがちょっと似合う感じですよね、うん、でまたこのディレクショナルって言ってこの回転方向の、はい、そうですね、あるのがまたこうちょっとこう疾走感にもつながっていいんじゃないか、はい、でまた削りがもう、いやもうね、これやっぱりちょっとないですよね、ヨーロッパにもないし、うん、そうですね、国産ホイールもないこの削り込み、はい、やっぱりこう足元を一番主張する部分ですから、うん、はい、でこれも買ったらもう
これ、はい、大台越えどこじゃないですよね。ですね、はい、どこじゃないです。20年以上なんで、はい、もしかしたら2桁大台越え、2桁というか、うん、はい、前ぐらいにいっちゃう可能性が、そうですね、はいはい、それがしっかりついてる。色もまた今回ちょっとボディカラーに合わせてなんですかね。ちょっと絶妙な感じでかっこいいですよね。バランスよく仕上がってます。ちょっとブロンズのちょっと薄めな感じなんですかね。そうですね、はい、こんな感じの2ピースのホイールが装着されてます。でタイヤの方が、うん、コンチの2954022、はいはい、まだまだ全然溝もあって、はい、そうですね、わずかにここちょっとオゾンクラックが表面ちょっと出てるか、ね、若干、ただまあまあ全然、はい、まだまだ使っていただけるんじゃなかろうかと思います。そうです、大丈夫ですね、はい、で今回の車はローダウンもしっかりされているということで、はい、H&R のダウンスプリングが装着されてるんです ね。でこれリアがエアサスなんですよ、うん、そうリアがエアサスなんで、これはロアリングキットで下がって合わせております。でも元々がもう X6M かっこいいですから、うん、まあ、いろんなところが黒くなってたりとか、はい、ここ僕最近まで名前知らなかったんですよ。これえここのパーツの名前、あ、そうなんですか、はい、サイドギルって言うんですね。なんですか、サイドギルです。初めて知りました、はい、こんなのしっかり黒くなってた。あと横のこのサイドスカートのこの、はい、追加のパーツも、はい、これも 3D デザインの、はい、3D デザインですね。これもシンプルですけど、うん、あるとないだとだいぶこう、いや全然違うと思いますよ、下回りのデザインが、うん、はい、意外とこう見て分かりますけど、純正のサイドスカートのデザインって抑揚はついてるんですけど、張り出し感はそんなないんですよ。こう入ってってますよね、中に。そうなんです、特に中心が。そう、はい、だからそこにこのね一つ加えるだけで存在感の主張はすごく強いし、スポーティーですね。でこの辺もそんなに低くないってないんです。そうですね、はい、使い勝手もこの車のキャラクターにバッチリ合ってる、はい、まあ、あとは X6 ですから、このラインが、はい、まあ、ちょっと好き嫌い分かれるところだと思いますけど、うん、最近のこのクーペデザインの SUV めっちゃ増えましたよね。ねえ、はい、すごくないですか。その全てのシリーズのサイズ感であの SUV が出て、でさらにその SUV がクーペスタイルになってっていう、メルセデスもあの BM ものアウディもどん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 増えてきてますね。割とこう先駆けの車ですよね、 X6 はもう先駆けですね。出た当時はもう結構、すごい形で出てきたなと思ったんですけど、はい、なんか最近もう完全に市民権を得たというか。そうですね、はい、うん、まあ、ポルシェなんかでもあのクーペがあるぐらいなんで、はい、カイエンクーペとか。そうですね、あれこそもう分からないですよねあれはちょっとどっちかなって思っちゃいますけどね。もともと割とこう後ろがこう流線形になっててもさらにこうクーペにしてきたりとか、はい、そのぐらいちょっとトレンドでもあるこのスタイルになっております、うん、そしてリアも、はい、もう投資ですかねこれ295の。違います。あ、リア335なんですね。そうなんですよ。だからいやあまりの根茎不具合に、はいはい、かなと思ったんですけど、はい、そっか X6 がもうリアもっと全然太いのが入ってるんですね。うん、スーパーカーサイズじゃないですか、33。そうです。純正で3、あ、でしたっけ325だったかな、はい、確か。こんな、うん、リアもすごい逆取りデザインの、すごいですよ、はい、こういう入ってると、うん、そしてあとは後ろも、はい、ちょっと手が加えられてて、はいはい、ランプ類がワントーン、そうです、スモークペイントで、うん、はい、落としてあったりとか。あとこれエンブレム塗ってるんですかね。塗ってます、はいはい、黒いものに、はい、はい、黒くペイントされております。はい、あとはリアの、うん、ここはどうなってるんですかこれ。これは、はい、アクラボのリアディフューザーです。あー、なるほど。アクラボマフラーがついているので専用のリアディフューザーで、本来、カーボンがマットの仕上げじゃないですか、アクラボは、はいはい、なんですけど、その当然 3D のフロントサイドついてますからグロス。あー、はい、なるほど、はい、わざわざ塗り直してるんですね。その通りです。なるほど、はい、ちょっとカーボンはどうしてもあの平織りと綾織りの違いなんかもありますけど、はい、そこはもうじゃあクリアの方を合わせてあると。そうですね、はい、これデザインもまたすごいですね、後ろはね、はい、攻め攻めです、攻め攻め、こんな感じで、はい、ちょっとこのぐらいちょっと攻めたデザインでもなんかこう成立しちゃいますね。そう、違和感ないですよね、うん、そしてマフラーは当然、はい、アクラボン、はい、4本出しがついてます。そうです、これもこのカッターのところがちゃんとカーボン、カーボンになる。さすがにこっちは焼けちゃったりというか熱が多少加わるんで、うん、そう、はい、そのままにしてあります。こっちはそのままになってます、はいはい、でこれ当然 E マークもついてると思いますので車検に必要な、はい、基準も満たしてあるという感じになっております、はい、じゃあ続いて内装も見てみたいと思います、うん、
この辺はついてるんでしたっけ。ついてます。あ、ついてるんですね。はい、もう高級車ですよね。高級車です。そして中これかっこいいじゃないですか、このシートのね色。ちょっとやっぱり内装こだわりたいですよね。そうですね、この手の車だと、うん、まあ、もちろんその黒でその使い勝手いい締まった内装もいいんですけど、はい、ちょっとやっぱりせっかく BMW、うん、トップグレードであれば、うん、ちょっと内装は遊びたいところであるんですけど、これちょっと目がこう覚めるくらいの真っ白さ、うん、はい、そうですね、これ高級感半端ないですね。そう、まあ、よくよく見ると明るいグレーなんですけどね。あ、これグレーになる。そうなんですよ、うん、なるほど。 BM はホワイト系と言わず、なんか昔からこうなんとかグレーとか、あ、なんとかシルバー的な白っぽいシートを。恥ずかしながら知りませんでした、はい、みんなあの白革白革ってこう、そうですね、書いたり読んでたりするんで、うん、はい、ライトグレーだったりとか、はい、当然あのメリノレーザーになってるんで、そうですね、すべすべつやつやの、はいはい、最高級のシートのレーザーになっております、うん、そしてドアを見ていくと、はい、これ上もちゃんと全部そうです、レザーでステッチも入ってて、はいはいはい、もうまさに高級車です。ですよね。 なんとなくこの SUV とスポーツっていうイメージからすると、うん、ちょっと高級な部分は抑え気味かなと思いがちですけど、ガチですけどしっかり中も、はいはい、でこの辺の下側までしっかり、さすがにこれ中は貼ってないですよね。そうですね、そこは違うと思いますね。でもこの下が貼ってあるのだいぶ効いてますね。だいぶ効いてます、はい、うん、こんな感じになってて、であとは、はい、スピーカーが、はい、はい、バング&オルフセンですね。ですよね、はい、これが標準の X6 とかだと、はい、うん、ハーマンカードンなんかが割と手頃な価格で付けられたりしますけど、そうですね、はい、そうなんですよ。さらにさらに、はい、2段階どころじゃないですよね、はいはい、さらにもっと上のバンクが今回ついてる、うん、じゃあ続いて乗ってみたいと思います、はい、ちょっとローダウンしてあるからか、うん、割とこうよいしょっていう感じがあまりなく楽ですよね、はい、普通の SUV を乗り込めるかなって感じします、はい、で内装に関しては、うん、今回の車は内装カスタマイズはないですね。ドレスアップはほとんどしてない、はい、で快適装備がいろいろ追加されてるみたいです、うん、で分かりやすいところで言うと、まあ、レーダー探知機もドラレコも当然のようについてますし、はい、あとはエンターテイメント系がググッと、そうですね、はい、はい、グレードアップしてます。でこれが、ちょっと待ってくださいね、はい、まずちょっとどっから紹介していいのか分からないぐらいいろいろやったんですよね、はい、でまずオンにすると、うん、あれロールスロイスの音とか、はいはい、これコーディングでいろいろ快適装備が追加されて、このゴンゴンも、うん、ロールスのものにもともとデータが入ってるんですよね。そうですね、はい、はい、その設定がされてるみたいです。であと、はい、こっちのエンターテインメント系が、全部ついてる感じですね。そうですね、はい、でテレビもキャンセラーがついてるんで走行中も見れると、はい、で今回の車はさらにそれに追加して、うん、ブルーレイが再生できる、そうです、 DVD プレイヤーがついてると、はい、はい、一応スロットルあるんですけど、うん、あの DVD 普通の再生できないんですよね、うん、はい、うちの、 あの自家用車もそうです。ですよね、はいはい、なんで一応そんなのがついてしっかり見れるようになってる。でこれが、テレビの方の、うん、はい、アンテナの入力の方に入れてあるってことなんで、はい、はい、ここのこのこれで見れるようになってるみたいです、うん、まあ、この辺の詳しい使い方に関しては、うん、ご制約いただけましたら、そうですね、はい、ご納車時にご説明させていただきます、はい、であとはもう安定のっていう感じです、うん、はい、例のステアリングは例のステアリングついてますね、はい、で使用感もそんなにないですね。ないと思いますよ、はい、こんな感じになってて、であとヘッドアップディスプレイなんかもしっかりついてます、はい、そしてバング何がいいってこの、これいいですよね、出てくるこのギミックもいいですよね。いいです、はい、であとは今回の車は、うん、スタディさんのワイドミラー、はい、うん、はい、これだいぶワイドっすね。本当ですか。これ今カメラ撮ってるんですけど、はい、あのこの位置で普通のブラインドになっちゃうこの後ろのところが見えちゃうぐらい、うん、マジですか、はい、めちゃめちゃワイド、いいですね、はい、こんなのもついてます、はい、そしてあとはもう本当にあの短期間の紹介なんで、はいはい、ちょっと雑だと言われるとそれまでになっちゃいますけれども、はい、はい、一応こんな感じでドリンクホルダーと、うん、まあ、この辺、はい、であとはグローボックスもこんな感じになっております。はい、で、この辺が、うん、リアのこれエンターテインメントのも、そうです、純正オプションのものが付いているので、はい、リモコンが付いております、はい、でこれが DVD のリモコン、うん、はい、あとはアクラボが、はい、バルブ付きってことで、うん、はい、そのバルブの開け閉めのスイッチも付いてございます。はい、うん、はい、いやシートいいですね、うん、いいよね、いいレザーに座ると幸せになれますね。はい、確かに。そして上はもうこの辺もおなじみになってると思いますけども、はい、はい、
天井環境はアルカンターラ、はいはい、こんな感じになってます。バイザーもしっかりアルカンターラで、はい、はい、これ見ましたね最近、はい、どっかで見ましたねちょっと前に、はいはい、こんな感じになってます、はい、そして今回の車サンルーフもそうです、しっかりついてるってことで、うん、はい、前だけですけども、はいはい、こんな感じの割と大きめのサンルーフがついてございます、うん、いいんじゃないですか、はい、あとはペダルもしっかりこのステンレスのカバー付きの、そうです、はい、ついております、はい、こんな感じになっております、はい、じゃあ続いて後ろの席も見てみたいと思います。後ろも当然の、はい、ごめんなさい、こんな感じで、うん、はい、ソフトクローズ付きのリアが、エンターテインメント付き、はい、はい、これいいですね、これいいですね、純正ですよね、こっちは。そう、純正オプションです。で先ほど説明させていただいた、メディア関係がリアでも同じように再生できる、うん、はい、だからこれ子供がお子さんいる家庭だったりだとか、うん、はい、はあるとだいぶ違うんじゃないかな。なんかいいですよね、やっぱりこう車内でずっとお子さんってじっとしてたり黙ってるってできないんで。しないですよ、うちも子供、ね、あのちっちゃい子供いますけど、はいはい、それはもう、もう皆さんじっとしてられないですよ。そうね、だから大体こう携帯ミラーリングして YouTube 見せてたりとか、はい、DVD 見せたりするんですけど、うん、それがこの左右2個あるっていうのは、はい、だいぶ環境が違うんじゃないかなと。そうですね、はいはい、ちょっと乗ってみたいと思います、はい、リアも割とちょっとでもこの天井下がってるのはやっぱり少し感じますよね、うん、そうですね、もしかしたら前も言ってるかもしれないですけど、はい、うん、そして後ろは僕今シートをちょうどよくしましたけど、はい、やっぱりこのでっかいボディサイズだけあって、うん、はい、もう足元もゆったりです。全然余裕です、はい、で割とつま先も入るんで、はいはい、快適です、うん、でシートもこのリアもすごくいい、うん、はい、質感なんで、質感がね、はい、そしてはい、アームレストと、はい、ドリンクホルダーと、はい、だと小物入れと、はいはい、こんな感じになっております。はい、ちょっと待って、一回開くと、ああ大丈夫ですね、使ってないからちょっと、はい、使ってないとですね、はい、OK です、こんな感じになっております。はい、そしてこちらが、はい、あ、はい、これって全く同じのが出るんですね。そうです、このメニュー画面から同じのが出るんですね。ああ、そういうことです、そういうことです、はい、一緒ですね、これ、はい、タッチじゃないからね、前でやっていただくか、リモコンで、はい、やっていただければ、うん、後ろに、はいはい、メディア関係が表示できると。そうです、はい、これちょっと距離感もそんなに圧迫感ないんで、はいはい、いい感じですよね、まあ、シートの位置にもよると思うんですけど、まあ、当然そうですけど、はい、うん、あと一応角度、これこう角度、そうです、はいはい、できるんで、だからリアチャイルドシートつけて、うん、はい、割とお子さんのこう視点が高くても、ね、はい、角度つけられれば、はいはい、まあ、あとは結構こう一応その反射しないノングレア の、はい、あのモニターですけど、です、割とこう反射が気になる場合は、うん、はい、角度で合わせてもらえれば、はいはい、見やすく使っていただけるんじゃないかなと、はい、そうですね。そしてリアの装備としては、うん、一応左右それぞれの、はい、このイヤホンジャック、はいはい、がありますね、もついてるんですね、うん、そして、シートヒーターも、はいはい、左右で装着されてございます、うん、はい、3ゾーンではないんですね。3ゾーンじゃないです、はいはい、こんな感じになっております。であとは、うん、後ろちょっとこの天井の出っ張りがやっぱり、うん、はい、少し気になるかなと、うん、はい、あとここがやっぱり下がってるんで、はい、ここのスペースが SUV っていうよりかも割ともうセダンとかクーペに近いちょっとこのクリアランスというか、ただそう気使ってんだよこれね、はい、ここ上げてあるんで、そうそうそう、僕身長175ですけど一応握り拳1個分ぐらいは、はい、スペースあるんで、そうですね、まあ、窮屈さはないです、はい、座ってしまえばね、そうですね、うん、ただイメージとして少しだけこう、まあ、圧迫感とまではいかないですけど、うん、割とこうちょっとこう出っ張ってるなっていうのは少し感じます、うん、はい、あとリアがちょっとやっぱりガラスが傾斜してるんで、うん、まあ、リアの視界がっていう感じですかね、はい、はい、そしてリアもしっかりドライブレコーダーがついてます、はい、じゃあ続いてトランクも見てみたいと思います。やっぱりこう車大きいんでトランクの容量しっかりありますよね。そう、クーペスタイルといえども深さもありますし十分ですね。あとはその高さの部分だけかなっていう、はい、そうですね、でも一般的なセダンから比べると、はい、いやもう全然広いですね、全然広いんで、はい、まあ他のね、スクエアボディの SUV と比較されちゃうとその分スタイリッシュな分だけどうしてもミニマムというか小さくなってしまってますね、まあ、あとはリアシートも倒せますしね、はい、だと確か下も結構下もこれ、はい、BM 初買えます。そうですよね、うん、収納スペースがあるんで、はい、しっかり使っていただけるんじゃないかなと思います、はい、
じゃあ続いてエンジンルームを見てみたいと思います、はい、エンジンルームもちょっとあの本当雑って言われるとそれまでなんですけど、はいはい、もうおなじみの S63、うん、これ形式はややこしいんですけど、はい、S63 なんですよ、ね、そうですね、はいはい、いつもの 4.4 リッター V8、うん、はい、でこれもちょっともう過去何度もありがたいことを撮らせていただいてるんで、はい、多分同じことを喋ってると思うんですけど、うん、一応駅マニがなんかそのクロスバンクとかって言って左右でこうクロスさせて、うん、ニコニコで確か撮ってるんですよね、うん、はい、それが BM 特化っていうことで、なんか音がだからなんかすごく滑らか、はい、あ、そうなんですね、感じしますせんしますか、はい、おう、なんかあの他の特にメルセデスとかのドロドロいった感じじゃなくて BM のなんか V8 ってなんかもうちょっとこうすごくなんか、あ、でも滑らかって言うとちょっと言い過ぎですね、いや、でも言われるとそうだよね、はい、ちょっと前の V8 の M モデルに比べて最近のは静かだね、あんまりドロドロ言ってない感じ、ドロドロは言わないよね、まあ、そのマフラーの、 その取り回しだっか、うんうん、まあ、そのサイレンサーの機構とかによっても全然多分味付け違ってくると思うんですけど、うん、なんかそれ聞いてるのか聞いてないのか分かんないですけど、うん、なんとなく僕の中のイメージでいくとなんか BM の方がなんか割とこう V8 はあんまりドロドロ言ってないなっていう、そうだね、でこれ現行でも一応このエンジンなんですよね、そうです、なんか最近その BM しかり、まあ、ちょっと全然違うメーカーなんですけどスバルもそうじゃないですか、意外と前独特なエンジン音排気音だったメーカーが静かな方に行っちゃってるので、いいのか悪いのかちょっと微妙ですけどね、スバルなんか前はねレガシー出た当時なんかマフラー変えるとどこどこ行ってたのに、それはもう不当調だったんですよね、そう不当調だったんで、まあそれは搭載上の理由もいろいろあってね、はい、実は僕あの大昔ですけど、うん、あの作ってたんですよマフラー、スバルの新車のマフラ ー、 あら、まあ、それ話し出すと長くなるので、そうだね、はいはい、で僕が辞めたすぐ後ぐらいに盗聴になったんですよ、ね、ああそうなんだ、そうなんですよ、だから音がまるっきり変わったって、そう、はい、なんかねあの独特の音が聞けなくて寂しい、でもなんか不盗聴キットとかもあるらしいですよ、ああそうなんだ、はい、出すんだ音をね、だから結構その市場ではやっぱり音っていうのは求められてるところなんで、ね、まあ、ちょっとこの後乗って、うん、はい、その辺の音も特に今回マフラーも入ってますから、そうだね、はい、聞いてみたいと思います、うん、はい、じゃあちょっと転倒周りは省略させていただいてマフラーの音聞いてみたいと思います、お願いします、ちょっと内装の紹介ほとんどしなかったんですけど、はい、一応360度だったりとか、うん、はい、しっかりこの辺もついてきます、はいはい、まあ、ブラインドとかもついてるんですけど、そう、まあ、唯一だから今時の車で装備ないのは ACC ぐらいです、ね、うん、そうだね ACC ぐらいかな、はい、まあ、この辺は年式というかそのモデル的な、うん、はい、のがあるんでちょっとあれかなっていう、はいはい、普通のクルーズだ、はい、がついてますね、ちょっと僕がさっき、うん、中はロールスの音になってるんですね紹介したんですけど、うん、僕は戻したいっす、あ、そう、なんか頭がパニックになります、あ、そうなんか僕、はい、この音は心地よくて好きなんですけど、本当ですか、はい、音色で言ったらやっぱりこうさすがロールスのサウンドなんで、うん、洗練されてますけど、そうですね、あの見た目と触ってるものが BM なのにしかもつい最近乗らせてもらったじゃないですか、そうだ、ね、レースを、確かに、はい、頭が今パニックになってますだからちょっと音もこう、うん、BM 乗ってんだなっていう風に頭を切り替えるためにも、はいはい、音ちょっと戻したかったな中でも言ってましたけど、うん、バイザーじゃないでしょうか、バイザーね、はい、まあ、この辺もその使い勝手ともう完全に好みなんで、うん、はい、いい悪いじゃないですけどね、うん、やっぱりちょっとカスタマイズして、うん、こう行くんであれば、うん、バイザーちょっとこの車の場合ちょっと外したいかなっていうのは僕も思ってしまいました、そうですね、すっきりさせたいね、はい、じゃあ参りましょう、はい、ちょっとモードがまず普通で、うん、バルブも閉じた状態で、はいはい、うわやっぱりパワーあるな、うん、もう圧倒的なパワーでもう余裕だね、余裕ですね、うん、シャキシャキ走れる、はい、
そしてこのステアリングのフィールだったりブレーキの効き方だったりとかも、うん、やっぱり BM の M モデルだなっていう感じが。確かに、はい、ああいいっすね。これがいいですね、バング、はい、BM のなんか5以上の M モデルってなんか高級感とスポーティーさがこうすごいとこ融合しますよね。融合してますよ、はい、うん、なんかどうしてもこう BM っていうとアルピナっていうチューナーもね、はい、当然ついて回る話なんですけど、やっぱり最近は M モデルの方が走りはとんがってる感じというか、あ、はい、はイメージありますね。アルピナはどちらかというとこう高速クルーズのイメージになりつつ、まあ、なってるのかなっていう感じはありますけど。いいっすよね、ダッシュボードも全部レーザーですもんね。そうです、レザー度はかなり高いです。はい、で小回りは、あ、割と効きますね。効きますよ、はい、うん、いやなんか海外 の市場レビューみたいので、うん、小回りが効かないのが唯一の難点だみたいなこと書いてあったのがあったんだけど、本当、はい、うーん、割とそんなイメージないですけど、怒涛のトルクですよ、はい、はい、や、うん、そしてじゃあせっかくなんでモードも切り替えて、はい、ですね、はい、M ボタンで全部あれなってるんですかね、スポーツバーストになってるんですかね、はい、はい、ちょっとじゃあ全部スポーツバーストにして、うん、でアクラボの方が見たらなんか、はい、結構手前から、うん、はい、パイプで交換されてて、はい、はい、でこれで赤になるとバルブ開いてるんですよね、うん、そうです、赤になれば、はい、はい、何音とこのスポーツプラスの、そうだね、はい、これはちょっと激変しますね、はいはい、でまた中で聞いてたのとはクラップはやっぱり結構違いますね。違うね、はい、アクラポが、スロベニア、はい、はい、でなんかもうすごい国のがバックアップしてやってる企業なんですよね、うん、みたいですよ。そうなんですか、最近もうすごいですもんね、なんかさ、うんうんうん、あれアルピナのマフラー一部作ってるのもアクラポですよね。そうです、はい、あとポルシェの GT3 とか、うん、でもバイク、日本だとバイクメーカーで同じバイクのマフラーで同じだったんですけど、どっちかというとそのイメージでしたよね、ですよね、うん、でここ数年だから車もアクラポのイメージものすごいついてきて、うん、はい、僕もあのミニのメカニック時代にものすごいつけさせてもらいましたけど、うん、やっぱりつけてしっかりパワー上がるんですよね、うん、体感できるぐらい、うん、あと音がもう独特、うん、はい、低音の、はい、はい、いいですね。であとマフラーとかって結構その車によってそのフィッティングに難ありみたいな、うん、はい、はい、まあ、個体差なのか、うん、はい、結構あるんですけど、アクラボンに関してはもうバチってくっつくんですよ、もう左右どっちか寄っちゃうとかもなく、ね、もう出面もどの車につけても大体一緒だし、だ純正並みのなんか精度みたいな感じで出てきて、あれこんなシャキシャキ走れるんでしたっけ、え、なんで、そうだよ、なんか前回高速乗らせていただいて、うん、割とこう行って、あ、そっか、の速度で走ったんで、はい、うん、あんまり加減速しなかったですけど、あ、めちゃめちゃシャキシャキ走りますね、うん、ただ足はうん、スポーツプラスだと少し硬いですね。そう、ちょっと跳ねるね、はい、うん、特に後ろがエアサスをちょっと下げてるんで、はいはい、余計それ感じるかもしれない。そんなにストロークが、そう、十二分にある感じじゃないんですね。じゃないですね。足だけコンフォートにした方がいいと思う。そう。BM M1 M2 で入れとけますからね。うん、はい、ちょっとエンジンはちょっと老けすぎちゃいます。スポーツぐらいにしといて。はい。あ、はい、とステアリング。ステアリングは別に重いのは別に僕全然いいんで。うん、はい、もう超ゆったりですよね。ねえ。だってもうシートがさ、はい、スポーツシ
ジットといえどもこの革の質感たまんないじゃないですか。いいですね。はい、あ。いやもうこの個体で言ったらやっぱりこうアルミ入ってマフラー入ってでしょ。はい。でフルエアロー。あれこれ改造費じゃあどんぐらいいってます？結構いってますよね。いやもうどれぐらい？もう普通に言って300ですよね。はい、超えちゃうますね。じゃあ次買う方だいぶお買い得です。いや相当お買い得ですよ。で一つだから中古車でその、うん、なんですか、うん、あんまりこう個性的にいじっちゃってるとこう、うん、乗りづらくなっちゃったりとか。そうなんだよね。はい、うん、しますけど、はい、うん、あとはそのもう未知数になっちゃうじゃないですか。そうだね。これどんだけ分解され、僕なんか特にメカだったんで、はい、あのこれどんだけ分解されてんだろうなとかって結構心配しちゃうんですよ。あんまりこう個性的にカスタマイズされてると。そうだね。だ生活感出過ぎてるのってやっぱ次のオーナーさん困っちゃうよね。そうですね、そうですね、そうですね、うん、それはあるね。で割とエアロータイヤホイールローダウンぐらいだと、うんうん、はまった時はめっちゃお買い得ですよね。いやお買い得です。あとはもう細かいところちょっとやればね、お好みの仕様で出来上がってしまう完成形になるんで、だ一つちょっとその、うん、いじってあるっていうのも選択肢に入れるのはだいぶいいんじゃないかなと。いや全然いいでしょう。あとそのニュアンスの部分変えるのも全然できるじゃないですか。うちそうだね、塗ったりとか、うん、はい、はい、ではそうだこれね、はい、あのこの個体は、はい、純正の、はい、タイヤあのホイール、はい、もあるので。なるほど。はい、全然それにスタッドレス入れていただいてもいいですし、はいはい、ね、気分によってはそっちの4本 で、ね、乗ってらっしゃってもいいと思いますしね、はい、確かにこの車だったら全然そんなに車高も低くないですし、うん、はい、冬用のタイヤ履いてガンガン使っても全然ね、はい、はい、いけちゃいますね。いや、いけますね。コンフォートでも、うん、ローダウンしてるからですかね。そう、あとやっぱりタイヤだよね。タイヤですかね。うん。でまたちょっとシートこれ結構コンフォートじゃないですか。はい。ここの締め上げもあんまりないじゃないですか。うん。で余計なんかこう体を持ってかれちゃうっすね。うん。こういうとこ走っちゃうと。そうだね。うん、全然乗れますけど、うん、はい、でもこれはなんか悪いと思わないけど、でも調整でここグイ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 ってできるように、あ、はい、そうだね、してたらもっと最高だなと思いました。うん、確かに締め上げらんないから、背中のランバーだけじゃなくて、はいはい、このサイドサポートの角度も調整できれば、はい、でもなんかそのぐらいなんかもこのステアリングもそうだし、うん、エンジンもそうだし、うん、そのぐらいなんかちょっともう もうちょっと走りたいよねと思っちゃいました。ああ、なるほどね、はい、はい、足もしっかり硬くなるし、うん、はい、だからいじるとなおさらちょっとこうスポーツテイストをちょっと、うん、高めたくなりますけど、うん、高められないんですね。そう、そこですかね、うん、はい、だからやっぱり本当に何回も同じこと言っちゃいますけど、コンフォートとスポーツの融合って難しいですね、うんうん、難しい、はい、どこで折り合いをつけるかって。そうですね、うん、メーカーが作るから偏って尖ったセッティングなんていくらでもできるじゃない、やろうと思えば。ただそれだとね、受け入れられなかったりってことは十分考えられるし、その辺難しいでしょうね。あと乗る人によって違うからね。そうですね。これちょっとスポーツテイストがちょっと、うん、はい、強調されてます。はい、で X3M とかだったら、うん、なんかもうあれもう本当に SUV の形してる M3 みたいな感じじゃないですか。はい、うん、もっとこうな車 の、 そのカスタムの方向性と、うん、はい、車の元々の持ってるところとなんか一致しそうな感じしますけど、うん、確かにね。いいですか。いいよ。おお、ゼロ発進半端ないね。早いけどちょっと滑りましたよ。滑ったね。いやもうこれ車エンジン足の方が速いっすね。そうだね、車より。確かに
なおさらそのマフラーとか入ってるからなおさらっすね、うん、これさでもこんだけの車だから純正のなノーマルのあの純正の何タイヤサイズ、はい、なんか納得するね。そうっすね、スーパーカーと同じサイズだからね。確かにびっくりしますよ。いやだからそこはちょっと隠しといて、はい、思ったっすけど、うん、全部コンフォートで涼しい顔して乗ってるのが、うん、今回正解の気がしました、この車は。確かにね、はい、もうそれはいざっていう時に撮っといて、うん、はい、普段はこう涼しい顔してアメタン履いてちょっとかっこいいっしょみたいな、はい、かっこいいからねこれビジュアル的に。ちょっと本気出すとちょっと、うん、でもなんかこう、はい、いろいろこう X6M とか、はい、X5M ってこういろいろこう感覚的に訴えてくるんですよ車が、はい、いろんな情報をくれるんですよ、はい、だから脳みそがあの何を言おうかって言ってコメントで大渋滞を起こしてしまってアウトプットできなくなってくるよね、はいはいはい、あれもこうでしょ、これもこうでしょ、はいはい、これも言いたい、あれも言いたいってなって、はいはい、あ今度こっちをこう来てる、はい、車が訴えてきてるので、はい、うん、なんかコメント大渋滞です。分かりやすい、なんかめちゃくちゃだから言ったらロールスロイスの方が説明しやすいですよね。あそうあの簡単と言ったらおかしいけど、はい、うん、分かりやすいというか、はい、言いやすいというか先日撮ったレースの方がコメントしやすいです、うん、そうですね、はい、リアクションが取りやすい。そう、はい、うん、あだからパドルも使わないの正解ですね。うん、はい、そうですね、はい、うん、これは正解の気がします。なんかもうアクセルだけで十分、はい、加速するしね、はい、うん、ブレーキはどうなの。いやブレーキめっちゃ効きますよ。いいですか、はい、うん、ミラーリングもできます。はい、この感じで、はい、ミラーリングめっちゃいいっすよ、うん、うち子供いるんで、はい、YouTube、Netflix、Disney プラス、はい、もうみんなミラーリングっす。だからそのコンテンツによって表示できないものはあるっすけど、はい、だいたい大丈夫っす。それは、はい、Wi-Fi 接続してるの。ケーブルで繋いでます。ええ Wi-Fi とかごめんなさい、あの携帯の方は、うん、あのパケ放題なんで。あパケ放題ね、はい、はいはいはい、そのままです、はい、でもあの、うん、今その動画配信サービスってダウンロードしとけるじゃないですか、うん、ああそうだね、だオフラインでも再生できるんで、はい、だ Wi-Fi 環境下でダウンロードしとけば、うん、あの通信料かかんないで、はい、はあ、だから家族でどっか出かける時とか、うん、はあ、もう大体 YouTube かディズニーチャンネルですね。ディズニーチャンネルも作品によってその再生できないとかあったりするんですけど、あアマプラは大体見れますね。あそう、はい、うん、めっちゃいいですよ、うん、はい、昔は一生懸命 DVD と地デジをつけてたんですけどね。そうだね、今やなんかミラーリングしておしまいみたいな、うん、というわけで今回は BMW X6M をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。